はい、こんにちは、ちせちゃです。今回はゲリラ実装されましたノラの神を初見プレイをし、神防具であるアーロイガンマと重ね着装備アーロイの必要素材と性能をご紹介したいと思います。このクエストは歴戦イビル城2体の同時討伐クエストです。イビル城をゲリラ実装しないと死ぬ病気なんですかねと思ったらもう2匹いるし、小林玉投げちゃってもいいんですけど、せっかくなんでこの2匹同時わちゃわちゃしてるのを見ていきたいなと思います。全く動けない。よいしょ。縄張り争いはなさそうですけど、お互いきっちりダメージは入ってますね。よいしょ。なんか大きくない？気のせい。なんか大きいようなちっちゃいようなそんな気はしますけど。おいしょ。やばいやばいやばい。天身の層いないと170回ぐらい力尽きてる。おいしょ。オッケー、オッケーとは。ひどいな。よいしょ。尻尾の方に当たりましたね。よし。もうケチャワチャだよ。よいしょ。よし。あん、後ろプレス？プレスではない。なんだなんだ。何が起こってるか全くわかんない。ふう、よいしょ。あ、でもこう2匹が争ってくれてるんで、きっとこの間にも結構ダメージは削れてるんじゃないかなと思いたいんですけどね。うわ、来た。まずいですよ。天身の添い、天身の添い、これさ、このタイミングで駆動したらやばいやつですよね。まあ切るけど。やばいやつやります。やっぱこれちっちゃいよね。ちっちゃい気がしますよね。小さい男だぜ。男かどうかわかんないけど。あれ？ユーエラでなっちゃった？よいしょ。打ち消しの芋って来てたかな。あ、ちょっと、まずい。やばいやばいやばい。あ、まずいですよ。危ない、怖い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 。ちょっと、あ、やばい。まずいまずい。何がやばい、何がやばい、すべてがやばい。まずいまずい。あ、よかった。ちょっとついでに打ち消しを、あ、ありました。おー、なんか争ってる争ってる。争え、もっと争え。あ、いてあ、なんか高台に登りましたね。これどうしたらいいんだ。高台、私も登ればいいのかな。微妙に分かれちゃいましたね。よっと、よいしょ。ほい、怖い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 。よいしょ。頭殴りたいんだけど、ちょ、届かない。お、威嚇してる？よいしょ。もう両方とも、自らはあんまり移動しないモンスターだから、ほっといたらずっと戦ってそうですよね。あ、やばい。よいしょ。オッケー。ちょっと乗りたいです、個人的に。乗ったら乗ってる間に片方が攻撃してくれるかなと思うんで、できれば乗りたい気持ちがあるんですけど、まあ、一回落とし穴から行こうか。やっぱでっかいしちっちゃいね。怒ってる方が大きくて、今ハマった方が大きくて、そうじゃない方が小さい気がする。ん？え、なになに？今落とし穴に対して攻撃して500と107ぐらい出ませんでした？ 170 ぐらいかな。おいしょ。びっくりした。落とし穴はまったら片方が、もう片方のイビル城が助け出すんですかね。あ、まずい。助け出すというか、まあ、攻撃してその反動でダメージは食らうけど、落とし穴からはすぐに抜けてしまうという、そういう感じか。え、面白いそれ。え、それ面白い。何それ、しびれ罠だとダメなんですかね。お、ちょうどしびれ罠。これどうだ、これどうですか。あ、ダメですね。しびれ罠はダメ臭い気がする。あ、え、いや、500いったな。500いきましたね、今。
しびれ罠も同じくもう片方が攻撃してくれるみたいです。ただハマってすぐってわけじゃないから、しびれ罠、うーん、一緒い、オッケー、あ、来い来い来い、よいしょ。しびれ罠ってイビル城すぐに、よいしょ、時間が短くなるんで、まあ、1回2回ぐらいしかできなそうな気がします。落とし穴だと結構何回かできるかもしれない。よいしょ、おい、いきます。あちゃめちゃすぎる。だんだん相性良さそうですよね、2頭同時にいるのであれば。よっ、よいしょ、あ、移動した、マジか、あああれ別々、どっち行こう、そい、ちょっと疲れてる、しびれガスガエルさん尻尾の方に、あれ、これは当たってる、当たってない当たってない、ワンちゃん、うわ、マジか、もったいない、まあ疲れてます、お、寝た、多分寝たと思われる、よいしょ、うい、それでは大樽を置きまして、小樽で睡眠爆破しまして、さあこっちへ来るんだ、この後吠えるんじゃない、もしや早すぎたな、しびれがアスガエル、あ、ほらやっぱり、あーあー残念よいしょ、あー来い、うー、おい、ランスの歴戦イビル城はやっぱ楽しいですね、よいしょ、歴戦イビル城のランスでの戦い方に関しましては初心者でも分かる動画を出しておりますので、よければそちらもご参考ください。うん、ほい、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、おい、ちょ待ってよ、よし、アイテムがすごい、うん、これ大丈夫かな、アイテムがすごい違和感、パソコン版ばっかりしてたんで、お疲れ様です、あ、間違えた、一回ちょっと戻りたいですね、あ、来てる来てる、イビル城ってフィールドに存在してて、他のモンスターが倒れるとそのモンスターを食べに行くんですよね、なので今捕獲してるイビル城ちょっとむしゃむしゃされますもう食後かな、お願いします、チビ城、これ多分最小金感ありますよね、よいしょ、乗ったったった、ロデオとまではいかないけど結構違和感ありますよね、普段のイビル城の乗った時に比べるとめちゃめちゃ違和感がある、ドーン、よいしょ、よいしょ、よいしょ、いい、やった、オッケー、よいしょ、あばい、うー、あってよかった、天心の創意、よいしょ、今のカウンターの時に、カウンター攻撃の時にこっちもカウンター合わせて攻撃をするとこのように大ダウンが取れるんで、きっちり狙っていきたいですよね、寝たここで寝るのかよ、おい、遠いし、よいしょ、爆弾、うん、あれ、あれ、捕獲用麻酔玉がない、罠もない、これなんでだ、なんでだ、あれあ、わかったかも、持ってきてないんだ、
アイテムボックス間違えたんだきっと。うわーやっちゃった逃げないで逃げないでおくれ。よいしょ、討伐しかなくなってしまった。おいしょおいしょおいしょ、逃げないでくれ。あ、逃げないで、待って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 、オッケー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 、ないよね、やっぱない、前セット間違えたなんだろう、マムダラの用とか持ってきたのかな。おいしょおいしょ、お疲れ様です。やらかしました。お、ああ宝玉の音、やったぜ、お疲れ様です。ソーセージ、ソーセージは目で食べるものではありません。11分27秒、ここで ROE チケット1枚入手です。1枚か、これはまだまだ周回できそうですね。時間的に歴戦イビル城1体の 1.5 倍ぐらいの時間で周回できると考えても良さそうな気がします。そして金冠、最大金冠の更新だけですかね、最初来なかったな。2匹が別々で出現するとちょっと時間がかかりました。あと初見プレイの時には出ませんでしたが、装飾品が結構出るのでなかなか美味しいクエストだなと思いました。あと最大も最小も金冠固定みたいですけど、私それ以上に小さい大きさのイビル城と戦ってたみたいです。新しい重ね着装備の必要素材です。ノラ義勇兵の証に関しましてはイベントクエスト試練で入手することが可能です。新防具のアーロイガンマはワンセット防具です。必要な素材はアーロイチケット2枚と各種宝玉などになります。スキルに関しましては私双剣完全ににわかなんですけど、双剣で使用するとシリーズスキルを顧みてもかなり優秀ではないかなと感じました。なので初心者の方で双剣を始めたいっていう方にはぜひと思ったんですけど、歴戦イビル城2体同時で倒せる人って初心者じゃないですよね。装飾品の穴もなかなか開いてまして、レベル3スロットが3つとレベル1スロットが5つです。コラボ用のネタ装備というわけではなく、第一線きちんと貼れるような内容かなと感じました。今回使用しました火力もりもりのランス装備に関しましては以前動画で投稿させていただいておりますので、よければそちらもご参考いただければと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。